一体何が起きたんだ。ふっふっふ、気がついたようね、タケヒロ。ひまり、一体ここはどこなんだ。ここはシックスしなくても出られる部屋よ。なんだって。畜生、クソったれ。シックスしなくても出られる部屋か。なんてこった、シックスしなくても出られるのか。それってつまり普通の部屋ってことか。そうよ。鍵はかかってないわ。出て行きたければ勝手に出て行けばいいじゃない。どうせあんたは私なんかとシックスしたくないんでしょう。ひまり。シクシク。何よ、同情でもしてくれるの。だったら私を抱いてよ。シックスしてよ。私、あんたが好きなのよ。男に抱かれたいよ。死ぬ前に一度でいいから。好きな人に思い切りシックスしてほしいよ。処女のまま死にたくないよ。ひまり。でも、別にお前とシックスしなくても、この部屋から出られるんだよな。そうよ。だったら、ごめん。俺、お前を女として見るの無理だわ。じゃあな。うわーん、うわーん。えぐえぐ、うわーん。